大北電信会社、大北電信会社、デンマーク語、デッドストアノーディスカテラグラフセルスコップウェイ、S、英語、ザグレート、ノーザンテレグラフカンパニー、A 略称、GNTC は、デンマークの電気通信事業を営んでいた会。明治時代には、大北部電信会社と訳されたほか、グレート、ノーザンテレグラフ株式会社と記されることもある。電車名は、GN ストアの A。 S.G.N. ストアノード、略称 G.N. である。大北は日本に初めて海底ケーブルを陸上げした。以来およそ一世紀にわたり、日本は国際通信において不平等な協定に甘んじた。また1955年、太平洋戦争で被った損害の賠償を協議の上日本政府へ請求した。まず、富山、上海、アモイの付近で、 日本軍がケーブルを切断転用した部分の再設置費用、それから洋スコートアモイ付近などケーブル系の損失。最後に五章、上海、シンガポール等においてケーブルワイヤレスの倉庫内に保管されていた大北ケーブルの損失。閉めて30万ポンドが年内に償還された。1869年6月1日、デンマークイコール、ノルウェーイコール。 イギリス電信会社、英語、デニッシュノルウェギアンイングリッシュテレグラフカンパニー、1868年4月設立、デンマークイコールロシア電信会社、英語、デニッシュ、ションテレグラフカンパニー、1868年末、設立及びノルウェイイコール、英国海底電信会社、英語、ノーウィンアゲアン、ブリティッシュテレグラフカンパニーの三社合併により、 デンマーク・コペンハーゲンのうちに、大北電信会社が設立され、旧社からデンマーク・ノルウェー間及び英国、デンマーク間の海底ケーブルの運用を継承した。同年6月5日から、ボーンホルム島を経て、リーバーや、当時ロシア帝国、ゲンラトビア間の海底ケーブルを開通させ、ロシアとの電信を始めた。同年10月、 ロシア政府からウラジオストクまでの電信線建設、運用の認可を受け、1870年1月9日に、大北品日本拡張電信会社、英語、ザグレート、ノーザンチャイナジャパニックステンションテレグラフカンパニーを設立。5月に、大東電信会社と営業権に関する取り決め。1871年4月18日、上海香港間に付設した海底ケーブルを、 開通させた。大和陸上電信線は1872年1月1日に、ウラジオストクまで開通し、後日のウラジオストク長崎間及び長崎、上海間、さらには先に付設された上海香港間のケーブルと接続された。なお、拡張電信会社は、同年2月23日に、大北電信会社に合併されている。 1873年に、上海香港間のケーブルをアモイと接続。ケーブルに反対して、民衆の暴動が度重なった。そこで、中国政府は1875年、国内の陸上線を大北電信から買収した。翌年4月に国有化され、住民の怒りを沈めるために前線を廃止。他方、日本の台湾出兵を受け、台湾アモイ間のケーブルを敷設した。 1878年、理工省が大北電信と協定するために森旋海を派遣している。1906年、すでに A 本土とケーブルで結ばれていたシェトランド諸島からトースハウン、デンマーク領、フェロー諸島を経て聖ジスフィオルズル、当時デンマーク領、現アイスランドまでの海底ケーブルを開設。1907年時点での海底ケーブル延長は、 1> 約1万5 6 0 0トルに達した。1950年、デンマーク・イギリス間に同軸海底ケーブルとして、当時世界最長の5 7 0トルの海線を開通。当初、電信24回線が強用されたが、数年後には、海底中継機の挿入により192回線に増加した。1962年1月、 英国スコットランドトースハウン、ベストマン諸島、アイスランド間を結ぶ、海底同軸ケーブルの付設に参加し、英国、デンマークアイスランド各政府との共同持ち分を取得。さらに1963年には、ベストマン諸島フレデリックスダル、ゲンナルサルスアーク、デンマーク領、グリーンランドコーナーブルック、カナダ間の海底同軸ケーブルを、カナダ海外電気通信公社、5、 カナディアンオーバーシステレコミュニケーションコーポレーション、ゲント、共同で運用開始した。1八十五年九月、GN ストアの A、S に改称。ただし、定換では次の七つの名称も営業に使用することとしている。1九十一年九月九日、ベルサウス、ゲン AT&T モビリティとの合弁で、デンマークにおける g s m 九百メガヘルツ帯 携帯電話事業の免許を取得し、を設立。1992年9月にサービスを開始したが、2000年7月13日に、テランアが、GN ストアノーの持ち株、サノバンの出資比率の53.5%を、買収。2003年12月10日には、ベルサウスの持ち株も買収して完全試写化し、2009年6月15日からは、テランアデンマークとして営業している。 2000年、電気通信事業のリストラを発表。愛前後して、事業整理を進め、2011年末のモルドバ線の期限満了をもって、電気通信事業から撤退した。同社は創業以来75年間にわたり、電気通信事業に専念してきたが、現在は、ヘッドセットや補聴器などの通信、音響機器製造業が、事業の中心となっている。 本節では製造業の遠隔について述べる。1947年の名称で無線通信機器製造部門を社内に設置。移動無線通信装置、マイクロ破壊専用機器、放送局用機器などの製造を手掛ける。1968年にストロの A、S として分社化したが、1975年から1981年にかけて、 ゼネラルエレクトリックが順次株式を取得、さらに1986年にはモトローラに売却された。1949年にはコペンハーゲンに電信機器工場グレートノーザントレジラフワークスを設立。1968年1月1日にテラフォーンフェイブリックオートマエ S と合併して GNT オートマエ S となり、 大北電信が過半数をわずかに超える株式を保有、残りはエリックソンが保有して電話機などを製造した。1985年には GN テロマティックに改称している。1977年4月、1943年創業のデンマークの補聴器メーカーダナバックスを買収し、後日 GN ダナバックスと社名変更。1987年、 g n バックスの事業のうちヘッドセット製造については GN ストアノーが1984年に買収したデンマークのオフィスオートメーション企業ネトコムの商標を用いた GN ネトコムに移管した。また1990年にはデンマークの聴覚測定機メーカー窓線エレクトロニクスを買収し2001年から GN オッタメトリックスの称号商標は オッタメトリックスのもと、世界的な聴覚測定機メーカーとして営業している。1999年、GN ストアノーが1984年創業の、米国の補聴機メーカーリスウンドコーポレーションを買収し、g n ダナバックスと合併。GN リスウンドと解消した。さらに2000年に、米国の同業を、2005年にはドイツの同業、インタートーンを買収した。 一方、GN ネットコムは2000年、米国の携帯電話向けハンズフリー機器メーカージョブラ・コーポレーションを買収。以後、携帯電話向けハンズフリーには、オフィス用ヘッドセットには、ネットコムと商標を使い分けていたが、2009年、商標をジョブラに統一した。1869年6月、デンマークがロシアと組んで、リバウ経由の両国間ケーブルが竣工した。 この事業でロシアから信用を得た。この頃、インド、中国、東南アジアのケーブル事業はイギリスが掌握し、ロシアのシュベリアケーブルが内陸から接続するのを許さなかった。そこでロシアは大東電信会社と協定し、香港以北を営業権に収めた大北電信会社をパートナーに、ウラジオストックから日本経由で中国へケーブル事業を進出させようと試みた。 1870年から日本と交渉するようになったが、後にハリーパークスまで進出を支援した。具体的には外務省に接続いて長崎東京間の電信線を1871年9月に着工させている。なお、この時の機械はオリエンタルバンクに注文されていた。1871年、明治4年、後に長く。 社長を務めたエドゥアルドスエンソンを責任者として長崎上海間、ついで長崎ウラジオストック間の海底ケーブルを付設し、日本の国際電信事業を開始した。さらに、翌年開通した大和陸上電信線経由で日欧間の通信が始まった。国際通信試験をめぐっては日本側から抵抗にあい、1878年に国際電報営業権を 日本政府へ返還する。1883年、明治15年、日本政府は、当時急がれていた朝鮮半島との通信確保のため、同社に、呼ブコ不山間の海底ケーブル付設を要請し、その実現と引き換えに、前年の特許上で20年間の、アジア大陸朝鮮半島との通信事業の、独占権を与えた。その6条は独占域で、 感染の不設を禁じている。道場では、ロシアまたは清志が延長を認めた場合にはさらに10年間延長されることとされており、実際に延長された。1884年、明治16年11月に、呼ぶ小池津島不山間の海底ケーブルの不設が完了した。なお、1904年2月の日露戦争において、ロシア政府は、 韓国電信条約第8条により長崎、ウラジオストク間のケーブルを無期限停止する旨を各国に通知した。また、ロシア国内は大北線が維持されていた。1913年、大正2年8月、長崎上海間に日本が同車線とは別の海底ケーブルを付設すること。ただし、取り扱いは和文、カタカナ電報及び日本と中華民国との漢方。 政府間に発樹する電報に限れた。カラフト及び朝鮮半島で日露間陸上電信線の仮設を認めることと、引き換えに同社の陸要件を認めること、日本中華民国間通信から生じる収益は、合併計算とし、過去3年間の実績による同社の収入を保障する分配率、長崎上海間に、 日本が付設した海底ケーブルの収益の64.6%を得るとすること等からなる協定が締結された。協定には期限が明記されなかった。大北川の主張により免許上ゆえ無期限と解釈された。その結果、引き続き国際電信の大部分は同社に依存することとなり、日本が支払う通信料は膨大なものとなった。ナチスドイツによる デンマーク占領、ベーザー演習作戦の翌月となる1940年、昭和15年5月、日本政府との協議により、日本における海底ケーブルの陸要件は1943年、昭和18年4月を追って終了すること。それまでの間、同社所有の日本領土、領海内の施設は、日本、低信省が運営し、期限満了後は、同社の負担で撤去することとされた。 実際には、1941年、昭和16年12月に、長崎上海間、1942年、昭和17年1月に、長崎ウラジオストク間の海底ケーブルの運用が、停止された。1947年、昭和22年11月、連合国軍最高司令官総司令部、GHQ から、長崎上海間及び長崎ウラジオストク間、 海底ケーブルの長崎側の諸施設を1940年5月の役場前の状態に復すべしとの書が出され、日本政府の負担で復旧。長崎ウラジオスト区間については1948年、昭和23年11月に1回線の運用が再開、1955年、昭和30年12月にもう1回線が再開された。この際、 すでに米の通信会社による改戦により、大部分の通信が可能となっていたことから、大北の通信大地は、北欧を中心とするヨーロッパに限られることとなった。なお、長崎上海間については、国境内線の影響もあり再開されず、1949年に上海駐在院を引き上げた。1954年、昭和29年5月の協定により、 長崎局の施設すべて及び日本の領海、当時3海離内の海底ケーブルを国際電信電話 KDD に無償状とするとともに1953年昭和28年実績の歩数を超える分の料金の分収率については両者平等とすることとなった1967年昭和42年8月の協定により同社と KDD は なお上越市なほと下間に電話換算120回線の海底同軸ケーブルを新設することで合意し、1969年、昭和44年8月に日本海ケーブル JSC として運用開始。これにより長崎ウラジオスト区間は廃止された。なお、JSC は1995年、平成7年7月24日に運用停止されたが、 その光景として同年1月に運用開始したロシア、日本、韓国の英語等文字を取り、なおエツナホトカカンおよび途中分岐して、普山を結ぶ海底光ケーブルは、KDD および韓国通信、現、キロトンが運用し、大北は子会社を通じた参加に止まった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。